はい、こんにちは、こんばんは、葵です。今回も4にあちスペシャルエピソードをプレイしていきます。はい、残り4つなので今回で最終回となります。4にあち全体のゲーム実況もこちらでラストとなります。すごく感慨深い、長かったね。はい、前回のね、遠山花編の結末もね、こちらのお父さんのね、テルオ編で見ることができますね。それではエピソード19いきます。大門拓編。はい、演じているこの上田康弘さんという方なんですけど、映画とかドラマとか、あと舞台とかいろいろ出ておられますね。うん、映画だとね、パッチギでしょうかね。僕はあなたと毎日のように顔を合わせています。そのことをあなたはご存知でしょうか。いや、きっと気づいていないに違いありません。僕は路傍の石以下の存在でしょう。めっちゃヒゲする。それでも言わずにはいられません。僕と付き合ってください。僕は真剣です。お返事お待ち申し上げます。何も知らないあなたへ。このあなたというのは、僕はあの人だと思うんだけど、これはまた後から言います。ラブレターを書き上げると、大門拓は大きく息を吐いた。何時間にもわたる苦悩の結果、正直な気持ちを吐露した傑作が完成した。ストーカーみたいな感じもしなくはないが、ちょっとするね。それはまあご愛嬌だ。彼女への思いの強さをアピールすることが大事なのだ。大門は渋谷の駅近くにあるコンビニエンスストアの店員である。1ヶ月前、店の前で偶然出会った女性に大門は一目惚れをした。OL という感じではない。きっと学生なのだろう。1ヶ月前に学生さんに一目惚れをしたということだね。女性はその日からほぼ毎日、午後12時15分に昼食を買いにやってくるようになった。レーズンサンドとコーヒー牛乳。彼女の昼食はいつも決まっていた。だからたまにイチゴ牛乳を買ったりすると、何か嫌なことでもあったのではないかと心配になる。しかし、いくら彼女を見つめ続けても店員と客という関係が変化することはない。そこで大門は一念発起し、ラブレターを書くことにした。23歳の誕生日を前にして男になろうと決めたのだ。問題は手紙を渡すタイミングだった。彼女がレジカウンターに来た時に手渡す？いや、それは難しい。店長に見られたりしたらただでは済まないだろう。うん、お前客に何やってんだよって。ならば彼女が店を出た後を追いかける？それもダメだ。レジカウンターを開けたらそれこそクビになりかねない、職務放棄だ。ならばどうする？懸命に頭をひねっているうちにひらめいた。品物を袋に詰めるときに手紙も一緒に入れてしまう。これなら店長や他の客に迷惑をかけることはない。我ながら名案だと思い、大門は部屋の中で小躍りした。ヤッフー、いよいよ作戦決行の時が来た。うん、名案なんだこれが。大門の仕事ぶりは朝から軽やかだった。客が入店した時のいらっしゃいませーの口調がいつもより快活だ。買い物を終えた客へのありがとうございましたも慈しみに飛んでいた。そして彼女が来店する時間だった。12時15分だったね。店内が昼食を買いに来る客で賑わう。この日も時間通りに彼女はやってきた。レーズンサンドとコーヒー牛乳を手にしてレジカウンターに向かって歩いてくる。大門はこの時になって作戦の不備に気づいた。考えてみたら、この店にレジカウンターは2つある。彼女が大門の方に並ぶ確率は2分の1なのだ。こっちだ、こっちに来てくれ。大門は必死に念ずる。しかし彼女が並んだのは隣の列だった。うん、あ、今これ喋るのはこれ別のキャラクターですね。仕方ない、ネイルはちょっと少ないけど、ごくり牛乳の三角パックにしましょう。トレンチコートを着た男ね。うん、彼は一体誰なのかという、これはまた後から言いましょう。うん、パック牛乳を手にこちらのレジに近づいてきた。今日は諦めて明日にかけるか。そう思いかけた瞬間、心の中でもう一人の自分の声がした。どうしていつもいつもすぐに諦める？ずっと遠くから見てるだけで満足なのか？自分を変えたいんだろ？そのためにラブレターを書いたんじゃないのか？大門の瞳に決意の炎が灯った。うわ、つまずいた。わざとらしい声を上げながら隣のレジ担当の店員にぶつかる。その勢いでキャッシャーの中の現金が床に散らばった。ぶちまけた。同僚の店員はムッとした顔をしながら小銭を拾う。とっさの起点、成功だ。あ、すみません、 お待ちのお客様こちらへどうぞ。大門は謝りながら客を自分のレジへと誘導する。彼女も言われるままに移動した。当初の計画通り、トレンチコートの男は大門の前に立った。平静を装いながらバーコードを読み取る。ところで店員さん、一つ質問が。
105円です。無視して。彼女は男のすぐ後ろに並んでいる。いつも通り目を合わせたい。いちご牛乳ってもう販売してないんでしょうかね。ちょうどお預かりします。またする。彼女の手元を見ると、今日もやっぱりレーズンサンドとコーヒー牛乳だ。僕ファンだったんですけどね。これさっきから、彼の前で喋ってるトレンチコートの男。これはズバリ、雨宮啓馬ですよね。428の世界の10年前の街という世界。サウンドノベルアドベンチャーの街に出てきたキャラクターの一人ですよね。雨宮啓馬。だと思います。ありがとうございました。次の方どうぞ。とっとと行けみたいな感じで。いよいよ彼女の番だ。カウンターの下にはラブレターを仕込んだ袋は用意してある。この袋にレーズンサンドとコーヒー牛乳を入れればミッションコンプリートでラブゲッチュー !284 円になります。少し声が裏返ってしまった。あ、違うか。284円になります。彼女は小さく笑いながら千円札を財布から出した。よし、ここだ。大門はラブレター入りの袋を取り出そうとした。あ、袋はいりませんから。彼女はハキハキとした口調で言った。え？思わず空気の漏れたような間の抜けた声を出してしまった。だって袋がないと商品が。すると彼女は小脇をに抱えた袋を広げた。それはエコバッグだった。エコバッグ？なんで？どうして？急にエコバッグなんか。オーカードが情けない声でつぶやくと彼女は嬉しそうに微笑んだ。私、エコ上等ですから。彼女は買った品物を入れると軽い足取りで店を出て行った。このエコ上等というこの女性は、瞳でしょうかね。あれ以降はアチと、毎日会うようになったのかなと、勝手に想像しております。どうなんだろう。オーカードはラブレターを握りしめ、大きなため息を一つこぼした。はい、もし知ってる方いたらね、ぜひ教えてください。それでは、エピソード20、いきます。武井雅恵編。はい、こちら演じている小川真由さん。なんとね、NHK のアナウンサーだそうです。はい、ツイッターもやっておられますので、興味のある方、覗いてみてください。はい、ニハオ、今引き飯店へようこそ。私、武井雅恵。この中国料理店で働いています。え、何？変な名前の店だって？まあそうね。変な名前。今引き飯店。話すと長いんだけど、今引き荘っていうゲームがあってね。この今引き荘もね、サウンドノベルアドベンチャーでございます。PS3 で出ておりますね。あと、今引き荘、解明編というのが Wii でね、完全版として出ております。謎のドラッグ、ビジョンを飲むと黒い女に呪われてって、やっぱ話すと長くなるからやめ。とにかくそういう名前のゲームがあって、このお店はその今引き荘の発売を記念してオープンしたの。だからゲームにちなんだ名前が多いってわけ。それじゃあ今日はあなたに今引き飯店の魅力を紹介しちゃいます。はい、ウーロン茶、これでも飲みながら聞いてちょうだい。さて、このお店の料理なんだけど、中国4000年の秘伝と言われている花椒法で作られているの。中華料理は8大料理といって大きく8つに分類されるんだけど、その中のどれにも属さず独特の進化を遂げたのが花椒法ってわけ。え？花椒法について詳しく知りたい？ OK。 秘伝の一部を話してあげる。いいの？秘伝なのに。ほら、おこげってパリッとして美味しいでしょ。でも焦がしすぎちゃったら苦くてもう食べられない。失敗しちゃったって泣く泣く捨てるしかないですよね。でも花椒法は違うんです。食材をあえて真っ黒になるまで焦がすんです。あれ？何その疑いの眼差しは。そんなもの食べられるわけがないと思ってるの？とりあえず最後まで話を聞きなさい。牛の目にはみんなが知ってる料理ばかりです。酢豚、餃子、シューマイ、チンジャオロース、エビチリ、北京ダック、一般的な中華ですよね。でも今引き飯店ではそんな料理がすべて味わい深く焦げているのです。焦げ具合もレア、ミディアム、ウェルダンの中から選べるのが嬉しいところ。ウェルダンなんて消し炭みたいなんだけど、格別の歯触りと香ばしさが味わえます。一度食べたらやみつきで毎日でもうちの店に通いたくなるはず。そこまで美味しい秘密は花椒法に必ず使う香草にあるんです。これが最も世にも珍しい香草で、口にした人を別世界に連れて行くとも言われています。
どんな構想かって？残念、それは企業秘密です。ああ、早くあなたにも食べてもらいたいな。一回食べたら忘れられなくなるんだから。うちの店は本当に常連が多くて、近くの大学の学生さんもよく来られるんです。あ、ちょうどいいタイミングで来てくれた。こちら常連の牧村弘樹くんです。うん、まさかの、うん、スペシャルゲスト登場ですね。今引き荘の主人公の牧村弘樹くんですね。やだな、弘樹くん。なんか喋ってくださいよ。ここで食事をしてからというもの、何を食べても飲んでも全て苦い味がする。それでつまり病みつきになってるってことよね。苦い味だけじゃない。最近ずっと見えるんだ。は？何言ってるの？黒い女。黒い女が見えるんだ。なんかブツブツ言いながら席に着きましたね。ひろきくん具合が悪いみたいです。あ、また一人常連さんが来た。渡辺正人くんです。まさとくんも何か一言お願いします。この渡辺正人も、うん、今引き荘の登場人物ですね。思考の快楽を得る代わり、黒い女に骨まで焼かれるだろう。わけのわからないこと言ってますね。死ぬんだ。俺もお前も、焼き死ぬんだ。まあ気にしないで。うちは今引き荘をテーマにした料理店だからお客さんもちょっとホラチックなの。ほら、不安そうな顔しないで、早くあなたも席について。何？なんか言いたそうね。え？私が何か隠してるって？驚いた。よく気がついたわね。でもいいの？隠していたこと、何もかも話しちゃって。だって、私の話を最後まで聞くと。あなたも、呪われるよ。ひろきくんや、マサトくんみたいに呪われるよ。あ、はは。なんて嘘。嘘。びっくりした。心配なんてしなくていいって。呪われるなんてあるわけないじゃない。だって、あなた、もう呪われてます。ほら、飲んだでしょ？ウーロン茶。あれに秘密の香草を煎じて入れておいたの。せっかくだから、構想の名前も教えてあげる。あなたが飲んだものは、今引き荘っていうの。うん。うん。うん。ほら、何か声が聞こえてこない？かすれた女の声が聞こえてこない？さあ、座って座って。席に着いて。もう逃げられないんだから、観念しなさい。では改めて、ようこそ、今引き飯店へ。おしまい。はい、見事に今引き荘の世界観をね、演出してくれましたよね。では気を取り直してエピソード21。はい、このエピソードはですね、遠山花ちゃんの続きともなっております。隠れんぼ中にトラックの荷台に乗って行っちゃって続くってなったんですけど、そこともリンクしておりますね。ではお父さんの遠山照夫編。うん、あ、演じているのが塾一休さんという方なんですけど、うん、舞台とか声優とかね、吹き替えのキャリアがね、ものすごいんですよ。バリバリの現役ですね。うん、ゲームも結構多くて、金八先生とか今引き荘も出てます。あと、新しいゲームも出てまして、セキロも出てるそうです。うん、吹き替えはとにかくすごく多いです。では、遠山照夫。報道という名の戦場に生きる男。このエピソードは彼がヘブン出版を立ち上げて間もない頃の話である。東京都内某高級住宅地、遠山は電柱の陰に隠れ赤外線撮影が可能なカメラを構えた。ファインダー越しに路地の反対側の料亭の玄関を睨む。うん、眠いな。これで何日目なんだろう。ここまで来るのにどれほどの金と時間を費やしたことか。その割に得られた成果はあまりにも乏しい。ふと虚しくなってくじけそうになった。しかしこれが唯一にして決定的な手がかりなのだ。富山はあるスクープを追っていた。それは政権与党議員と白峰組組長との癒着疑惑だ。来ましたね、白峰組ですよ。うん、やっぱり町に出てきたヤクザの組織ですね。これね、思うんですけど、もしかしてこの白峰組の組長ってアトム譲ったんじゃないかなと、彼に。うん、その10年前の当時は、この、竜
ライタさんが演じていた組長だったんですけど、うん、その娘のルイコさんっていたんですけど、うん、ルイコさんと、ウマちゃん、ウマベカンタロウさんが結婚して、そのウマちゃんが後目をね、譲り受けたんじゃないかなという。だったらすごく面白いなと思ってます。うん、どうなんだろう。はい。もしこれが事実ならば、政治情勢がひっくり返る。長期政権を保持していた与党が在野に下り、しばらく審査を舐めるはずだ。世論も黙っちゃいない。あ、これ、いつも思うんだけど、世論と世論の違いってわかります？ちょっと前にググったんですけど、まあ、いわゆる世論というのは、世の中の、なんていうのかな、共通意見ですかね。で、世論になると、噂みたいなものになっちゃうんですね。うん。だからこの場合は世論が正しいかな。どうだろうね。一応使い分けた方がいいみたいね。うん、政権と暴力団がズブズブの関係だったなどと知れ渡れば国際情勢にだって影響を与える。たちまち日本という国の信用も地に落ちるだろう。国の未来を考えれば暴くべきではないことなのかもしれない。しかしこのままでは日本はおしまいだ。腐った幹部は早く発見して切り落とさなければならない。それができるのは自分しかいない。遠山は使命感に燃えていた。相手はなかなか尻尾を出してこない。議員と暴力団幹部の両者が会うのは決まってここなんだが、遠山が張り込み始めてから一切顔を出さなくなった。まさか情報が漏れたのか。そんなはずはない。ターゲットは必ずまたここに来るはずだ。そう遠山は確信していた。しかしいつまで経ってもシャッターを切るチャンスは訪れなかった。何してんだ？不意に後ろから声をかけられた。振り返ると顔見知りの姿があった。遠山が中央新聞社に在籍していた頃、ライバル視で記事を書いていた男だ。張り込みか？男が言うと遠山が背中の汗が滲んだ。組長と議員を待ってんだろ？男は左右を注意深く確認してそっと耳打ちした。どうしてそのことを？遠山が目を丸くして聞き返した。このネタは誰も知らない自分だけのスクープのはずだ。仲間連中はみんな知ってる。あまりにもデカすぎるネタなんでね。上から取材禁止のお達しが来てるんだよ。愕然とした。ここまで苦労してようやくたどり着いたというのに、すでに同業の連中は情報を手に入れていたようだ。しかも危険だからといって取材を避けているとは。遠山、悪いことは言わん。やめとけ。冗談じゃない。こいつを見過ごしたらどうなるか分かってるのか。記事を書くのは飯のためだ。しかし、同時に正義のためでもある。ジャーナリズムは常に正義と共にあらねばならない。遠山、ガキじゃあるまいし。男が渋い顔を作った。かぶせるように遠山は言い返す。お前こそ大人の事情とらに屈しやがって。馬鹿にするなら馬鹿にしろ。俺には子供が二人いるし、こないだ買った一戸建てのローンもあるし。貴様、誇りってもんがないのか。聞くなり遠山は男につかみかかった。待て待て、待てよ。話は最後まで聞けって。男が遠山を引き合わす。だから噂の対象のスクープにしてもらいたくて、あんたに会いに来たんだよ。あ？遠山は驚いた様子で男を見た。どうせうちじゃ記事にできない。だがこいつはきっちり公表しなきゃダメだろ。お前、遠山、俺が掴んでる情報をあんたにやるよ。その時の男は、遠山と同じ報道陣としての顔をしていた。港の倉庫に行ってみな。遠山は港の倉庫の一角に身を潜ませた。生暖かい風が遠山の頬をなでる。何十分、いや、何時間待っているだろうか。ガセネタだったのかもしれない。半ば諦めつつ、遠山はじっと待ち続けた。やがて一台の黒塗りの車がやってきた。遠山は慌ててコンテナの陰に身を隠し、カメラを構えた。車の窓にはフィルムが貼られていて、誰が乗っているのかがわからない。車は海を眺める場所に止まると、エンジンのライトを消して沈黙した。それから数分後、海から小さなクルーザーのエンジン音が聞こえてきた。ライトがこちらをまっすぐに照らし、どんどんと近づいてくる。接岸したクルーザーからいかにもなチンピラが数人降りてきて、周囲を警戒するように散らばった。車のドアが開いて、中の人物が出てきた。遠山は再びカメラを構えた。ファインダーの中に例の議員の第一秘書の姿を捉えた。
第一秘書を使いによこすと会う相手はそれなりの人物に違いない。続いて戦場からも人影が現れた。潮風に吹かれてスーツが堂々とはためく。その顔も富山は見たことがある。組長が全幅の信頼を置いている若頭だった。若頭か。富山は夢中でシャッターを押した。第一秘書がチンピラに手を借りてクルーザーに乗り込む場面やリラックスした表情で若頭と会話をする場面をバッチリと抑えた。これで日本は変わる。政治と裏社会とのつながりが一気に暴かれて大混乱が起きるはずだ。ん？かすかなシャッター音にチンピラが気づいた。チンピラが遠山の方に向かって歩いてきた。ファインダー越しに目が合う。まずい！気づかれた。遠山は慌てて逃げ出した。少し先の道路にトラックが止まっている。もはや考えている暇はない。遠山はトラックの荷台に体を滑り込ませた。次の瞬間トラックが発進した。港を出て首都高に入る。そして東名高速道路に接続した。そのままトラックはひたすらノンストップで西へと向かう。遠山はその間ずっと目を固く閉じ体を丸くしていた。ようやくトラックが停車した。遠山は頭を上げて周囲を見た。すぐそばの青い案内標識に書いてある地名が目に留まった。名古屋？まあ東名だからな。これはまずい。さっさと東京に戻らなくては。遠山は疲れ切った体を起こした。その時背後に気配を感じた。お父さん？花なのか。遠山の娘花がなぜか荷台に乗っていた。同じ荷台に乗ってたんだね。花、どうしてこんなところに。私かくれんぼチャンピオンになりたくて。かくれんぼって、まさかこのトラックに隠れてそのまま。花が小さくうなずいた。お父さんこそどうして。お父さんはスクープを追っかけていたんだ。そっか。ああ、二人はぎこちなく笑い合った。ともかく帰らなきゃな。二人は荷台から降りて歩き出した。それで花はチャンピオンになれたのか。きっとね、まだ鬼が見つけに来てないもん。お父さんのスクープは？ああ、バッチリだぞ。これで次号の噂の対象は売り上げトップ間違いなしだ。じゃあお父さんもチャンピオンだね。そうだな。しらじらと夜が明ける名古屋の街を二人は仲良く手をつないで歩いた。完結だねこれ。パパかっこいい。はい、ではこれがラストエピソード22ですね。うだるような暑さに耐えきれずバスへのカフェで少し休むことにする。思っていた以上に危険なものに首を突っ込んでしまったようだ。渋谷を騒がせたあの事件から1ヶ月。日本を離れて中東にやってきてもスクープの方から俺に寄ってくるらしい。もうこれが誰なのかわかりますよね。蛇の名前をちらつかせる武装集団と数年前に起きた長距離鉄道での事件。長距離鉄道事件というのは河南編のやつだよね。そこを調べることである人物の素性が見えてくる可能性がある。ただこのネタはやばい。下手に関わると命を失うかもしれない。さて、どうしたものか。日本では俺の代わりを待っている連中がいる。ウイルステロの独占スクープで噂の対象は売れに売れ、ヘブン出版は見事に立ち直った。とはいえ、遠山さんや千秋はまだまだ俺の力を必要としているはずだ。どうする？このまま逃げ帰るか。いや、スクープを前にして尻尾を巻くような男、あいつらは頼りにしないだろう。何より俺自身取材への興味が恐怖をはるかに凌駕している。行けるとこまで行くか。ある人物の素性、そうアルファルドの正体をつかんまで。奴は一体どんな人間だったのか。それをつかんまで俺の取材は終わらない。 X 月 X 日みのりかわみのる。みのさんかっけえ。しかし相手がね、やばすぎるよね。でもなんだろう、彼ならなんとかスクープをゲットして生還しそうだよね。うん、はい。ということでね、長らくやってきた428ですけど、今回で本当に最後となります。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた別のゲームでお会いしましょう。お相手は葵でした。